山梨県は休日の県庁敷地内をスケートボード場として今日から開放しました。県庁は大勢のスケーターでにぎわいました。山梨県庁の庁舎を前に若者たちが華麗な技を披露しています。若者を中心に競技人口の増えているスケートボードですが、滑走できる場所が限られていることから人通りが多い路上などで滑走し、騒音や交通トラブルなどに発展することもありました。山梨県は休日は人が少なくなる山梨県庁の構内をスケートボード場として開放することを決め、今日のオープニングイベントにはトップスケーターや初めてスケートボードに乗る子どもたちを招きました。結構スケボーうるさかったり、ちょっと危ないとか言われたりするので、なかなかこう近場でできるところが少ないので、県庁でできるってありがたいと思います。ちょっと怖かったけど楽しかったです。オープニングイベントで長崎幸太郎知事は、スケートボードは日本にとっても大切な文化であり、今後もエリアを増やしていくと話しました。山梨県庁内のスケートボード場は毎月第2、第4土曜日の日中に利用できるということです。